それでは今週の話題です。9月24日火曜日、区内のゲートボール場で練習を行うゲートボールチームが大久保区長を表敬訪問しました。区長室を訪れたのは、日頃東洋6丁目の豊住ゲートボール場で練習を行っている海星学園ゲートボール部の中高生と大人チームミルキーウェイのメンバーなど16人です。7月に開催された全日本選手権の予選で優勝し、東京都代表となったミルキーウェイ、そして8月に開催されたジュニアの全国大会で2連覇を達成した高校生チームを擁する海星学園ゲートボール部。皆さんは練習場所が共通していることを縁に、15歳未満のジュニア、15歳以上64歳以下のミドル、65歳以上のシニアで構成された世代交流チーム豊住を結成。8月31日土曜日、9月1日日曜日、福島県で開催された内閣総理大臣杯第41回全日本世代交流ゲートボール大会に東京都代表として出場し、全国から集まった強豪22チームとの戦いを勝ち抜き、準優勝を果たしました。区長は皆さんの成果を称え、世代を超えて交流しているのが素晴らしいと敬意を示しました。皆さんはゲートボールについて、もう楽しくワイワイと仲良く遊べるようなこうスポーツですね。普通に生きてたら絶対に会わなかったなっていう人とかでも、まあ話してある程度仲良くなれたりとか、そういうのは結構いいんじゃないかなって思いますね。いや、他のスポーツと比べて世代間の差を超えてプレーできるっていうのは本当に魅力の一つだと思います。大人チームミルキーウェイが出場する全日本選手権は10月に開催とのことです。江東区初のチームが今年のゲートボール界を席巻することに期待が高まりますね。それでは続いての話題です。9月27日金曜日、亀戸5丁目にある水神小学校の小敵隊が交通安全を呼びかけるパレードを行いました。このイベントは全国交通安全週間の一環として行われているもので、水神小学校の開校以来60年以上続く歴史ある行事です。4年生から6年生の児童およそ160人の小敵隊が地域をパレードし、交通安全運動をアピールします。パレードは学校を中心に西側と東側の2つのコースで実施。雨が降る中での開催となりましたが、地域にすっかり馴染んでいるイベントとあって、地元の人たちは自宅やお店から出てきて児童たちの演奏する姿に笑顔をもらったり、スマートフォンで撮影したりと楽しみました。小敵隊がパレードで演奏したのは4曲。その中には開校60周年を記念して作られた水神サンバや水神マーチといったオリジナル曲もあり、地域に賑やかな音楽を響かせました。警察署、地元町会などと連携して長年地域の交通安全運動をしてきたこの小敵パレード、その活動が評価され、昨年警視総監感謝状が授与されました。およそ1時間かけて地域を巡った小敵隊、交通安全をアピールする活動は今年も歴史を重ねました。小敵隊の6年生は間もなく引退し、楽器を後輩へと引き継ぐそうです。代々受け継がれてきたこの活動、これからも大切にして歴史を積み上げていってほしいですね。それでは続いての話題です。夢の島3丁目の夢の島マリーナを会場に9月28日土曜日と
29日日曜日、エンジョイ魚祭り2024が開催されました。29日の様子をご覧ください。エンジョイ魚祭りは、食べる、遊ぶ、釣る、学ぶをテーマに魚の魅力を体験できるイベントです。マリーナの一角ではお魚シンポジウムが開催され、日本の魚食文化を守るをテーマに、海の生態系や漁業について企業や大学生などが集い意見交換が行われました。特別講演では東京水産振興会の長谷重人理事が、二酸化炭素が海藻などに吸収され海洋内に貯留するブルーカーボンについてイラストを使って分かりやすく解説しました。藻場が荒れないように努力してきたと思うんです。してきたんです。だけどネバネバ成分がですね、まあ、出るわけですよ。ああいうところに CO2 がたまるとか、収穫して食べられなくてもそのちぎれて海底にたまるとか。その他、ずらりと並んだ釣り具メーカーなどの出店ブースや、子供やペットも乗ることができるボートのクルーズ体験もあり、家族で一緒に楽しんでいました。こちらは釣り糸の太さから釣る魚を当てる糸沢オリンピック。参加していた子供は何度も糸の太さを確認し、魚の大きさを選んでいました。楽しかったね。学びや体験がいっぱいで、子どもから大人まで魚をテーマにたくさん遊べたのではないでしょうか。それでは続いての話題です。9月29日日曜日、亀戸4丁目の亀戸梅屋敷周辺で亀戸梅屋敷阿波踊り大会が開かれました。東京高円寺阿波踊り連協会所属の和楽連の協力で開催されたこのイベント、踊り手の皆さんは亀戸十三間通り商店街を列をなして踊って練り歩く流し踊りを披露。威勢の良い掛け声と迫力のある演舞でその場に居合わせた人たちの目を引いていました。その後、踊り手たちは亀戸梅屋敷に到着。集まった観客たちを前に演舞をする組踊りを披露しました。そして阿波踊り大会の最後には観客の皆さんも加わり、輪になって踊る輪踊りが行われ、地域の方々も一緒になって踊りを楽しんでいました。どうでしたか？楽しかった。